どういうことだ。俺たちが人質誘拐犯で殺人犯。国木田さん、おかしな連中が僕たちを追ってきます。最悪中の最悪だ。連中は軍警最強の特殊部隊猟犬。全身に異能技師による生体手術が施され、常人の数倍の身体能力を持つハンターだ。次回文豪ストレイドックス第44話、ドックスハントドックス。もし捕まったら俺たちは終わりだぞ。